はい、お疲れです。えー、つい先ほどですね、えー、シカゴ大会見終わりましたんで、えっ、ー、と、これの、私は、えっ、ー、と、現地民ではもちろんございませんので、えー、テレ朝で、はい、リアタイで見てましたんで、えー、まあ、速報兼、結果の全試合の、まあ、レビュー、えー、あと、まあ、僕の一言感想みたいな感じで、はい、えー、ちょっと、まあ、サクッとやりたいと思います。はい。 で、一応もう前々から散々、あのー、注意喚起はさせてもらったんですけども、今回一応ね、あのー、サムネ思いっきりネタバレ式でいきましたんで、あのー、うわー、お前のなんかサムネのせいでネタバレ食らったみたいな、そういうあのクレームは一切受け付けませんので、はい。えー、ご理解のほどお願いいたします。はい。まあ言うても僕の動画なんで、まあ、ま 大して期待をされてないんで、まあ別にそんな心配は、まあ、しなくてもいいかなっていうの,ってのは思っちゃったりするんですけども。はい。まあまあそんな前置きは、えー、さておいて。では早速いきます。第0は省きます。はい。第1からいきます。第1試合の鈴木実対成田蓮。はい。えー、7分でしたね。はい。僕は8分か9分ぐらいって言ってたんですけども、若干の誤差でしたね。はい。あの、やっぱりあっさり式の、えー、成田のダブルクロス。はい。 まあそんな感じでしたね。まあもう想像つくと思うんで、まあ、はい、あのー、うん、もう短期決戦で、あっさり気味で終わるっていう試合でしたね。はい。まあそんな感じでしたね。はい。あの、いつも通り、成田の、プッシュアップバーやったっけかななんかプッシュアップバー矢印ダブルクロスだったような気がします。はい。まあそんなところでしたね。第2試合、ストロング女子、ステファニー・バッケル対安住、えー。これは10分で、ステファニー・バッケルのパッケージバックブリーカー。はい。これで防衛です。はい。 で僕、これを思ったんですけど、なんかステファニー・バッケルが、この間スターダムに来てたよりも、なんかすごく生き生きしてて、あれステファニー・バッケルってこんなに上手い選手だったかなっていうのを、をえーまあ、この、今回のこのストロング女子戦で思ったっていう感じだったんで、やっぱり、海外女子は、あんまり日本でやるよりも、やっぱり海外でね、うんやった方が、 あやっぱいいよなみたいな、そんなのを思ったって感じですかね。はい。まあそんなところですね。はい。で、続きまして、えー、第3のストロングタック選手権 4A ですね。えー、これは TMDK、はい、新日本プロレス登場して、えー、初ベルト獲得おめでとうございます。はい。まあ、そんな感じでしたね。シェイン・ヘイストが、ジャックナイフで、ジュレル、ジュレル・ネルソン、はい、から丸め込みでフォール取ったって感じですね。 え、細かいところを言うと、ヒクレオ・ファンタズモのあの、連携の、サンダーデス・キスでしたっけあれを、ジョレル・ネルソンにかまして、あ、これヒクレオ・ファンタズモ勝ったかなと思ったところに、え、ちょうどシェイン・ヘイストが横取りしてジャックナイフで丸め込むっていう。そんな感じでしたね。はい、え、TMDK おめでとう。はい、以上です。はい、続きまして、 えー、スペシャルシングル、えー、ジャック・ペリー対海野。はい、えー、これは、えー、海野選手の勝利です。はい。で、まあ、これ見た人分かると思うんですけども、ジャック・ペリーへのこのブーイングうん。もうすごかったですね。正直、その、ジャック・ペリーへのこのブーイングとか、ジャック・ペリーの影響によって、この海野翔太の影っていうのがだいぶ隠れてしまったっていう、そんな感じですかね。まあ、これあのー、今日シカゴなんで、CM パンクの地元ですかね。 だからその効果もあってジャック・ペリーへのこの反応っていうのがすごくてでジャック・ペリーも CM パンクをあおるようにゴートゥースリープポーズしたりとかだからそういうので結構すげえファンのヒートを買ってこの海の対ジャック・ペリーっていう構図よりもジャック・ペリー対 CM パンクっていうそこの影が強すぎちゃって。 完全にこの海野対ジャック・ペリーのそのテーマって何だっけみたいな、なんかそんな感じの印象で終わったっていう感じですね。で、試合後に海野選手とジャック・ペリーが握手。はい。っていうふうな感じで、で、海野選手のコメントちゃさっきちょっと覗いたんですけども、またどっかで会った時は、またね、お互いステージ上がって戦おうぜみたいな、そういうコメント出してたんで、ジャック・ペリーって、これが新日本参戦ラストじゃねみたいな、なんかそんなの思っちゃったりするっていう感じですかね。はい。 なんで、このままジャック・ペリーは、フェードアウトの可能性が出てきてるっていう、そんな感じってとこですかね。はい。まあ、いいんじゃないですかうん。ジャック・ペリーも、やっぱり今日の感じ見ると、日本で試合してても、やっぱこんなに盛り上がらないし、まあ、AW に戻った方がいいんじゃないうん。まあ、そんな感じってとこですかね。はい、以上です。 はい、で続きまして、えー、高橋ひろみ対ムスタファーアリー、はいえー。この試合はですね、ムスタファアリーの、えー、450, 450スプラッシュ、はいえー。ひろめちゃん負けました。はい、僕、ムスタファーアリー初めて、ー初めて見るんですよ。でムスタファアリーの僕の、えー、率直な感想なんですけども、おこれが噂のムスタファーアリーさんか。うん、どんな感じなのかなお意外とかっこいいじゃんっていう。 そんな感じっすね、はい、いや本当に見るの初めてだったんでもう名前は知ってるんですけども試合見たことなかったんで、うん、どんなもんかなと思ったらムスタファーリーってかっこいいなっていうで動きも結構キレてるし、うんまあ、そんな感じで僕はムスタファーリーっ結構好印象って感じですね、はい、でこの試合はヒロミ選手がダリルの人形を持ってきてこのダリルも交えてのなそういう試合だったんですよね。 あのー、ツイッターとかの煽りであのダリルをこういじったりとかしてたじゃないですかムスタファー・アリがだからそのダリルいじりをちゃんと試合にもこう反映させたっていうそんな感じですねで試合中にもヒロム選手がえダリルとムスタファー・アリを戦わせようとしたりとかで最後あのヒロム選手と握手する前にダリルと握手をさせるようにしたりとか この唐突にこう出てきたこのダリルっていう、みんな忘れかけてたこの人形の存在を、なんかうまくこう試合にも反映させて、なんかお互い、その IQ の高い2人が、このダリルっていうものをあのうまく使って、試合でもねあのちゃんとうまく見せて、なんか IQ の高い2人の試合だったかなっていう感じですね。試合の展開的には、ヒロム選手はほとんどフィニッシュホールドとか出してないですね。 唯一やった大技はヒロムちゃんボンバーぐらいで、タイムボムも出してないし、タイムボムの構えもやってなかったような気がしますね。だから、試合の印象は、ムスタファーアリの顔見せ、ムスタファーアリとは何ぞやっていうものを、ええー、まあ一応表現する試合だったんで、そこまでこう、白熱した試合っていうわけではなかったですね。はい。 まあ、ただ、お互いのこの IQ の高さがすごくこう、見えたっていう、まあ、そんな試合っていうところですね。はい。まあ、そんなところでした。はい。で、まあ、ヒロム選手はね、これ負けていいっすよ。うん。もう、いいじゃないですか。こんだけ負ける感じね。うん。まあ、これ、ヒロム選手はね、これ負けて、あの、正解です。はい。まあ、そんな感じですね。はいは。いで、続きまして、第6試合。えライオットルールズマッチ。あの、ゲイブとエリキンのあのー、 8人タックスね。はい。で、この X のメンバー、まず、ゲイブ組は、フィンレイ、ケンタ、コナーズでしたね。僕がワンチャン予想してた、まあ予想というか願望だったアレックス・コグリンは来なかったんで、このタイミングで来ないってことは、もうコグリンは、まあもうフェードアウトの方向かなっていうのが、うん、ちょっと確信ついたかなっていう感じですかね。 もしかしたら、この X って、コグリンをこう復活させる、そういうテーマもあるのかなとか思ったんですけども、やっぱここでも来ないってことは、コグリンはフェードアウト、ほぼほぼ確定かなっていう感じですかね。はい、で、うんまあ、ケンタ選手がちょっと意外だったんですけども、なんかケンタ選手は、急遽のこのリザーバーだったかなみたいな、まあ、そんな感じってどこですかね。はい、で、エディキンのパートナーは、えー、TJP、ジェフコブ、ホミサイド、はい、っていう感じでしたね。 で、入場は、えー、っと、まずエディキンが来て、で、その後にコブと TJP だったんですけども、テーマ曲がね、TJP の曲だったんですよね。TJP の曲でコブと TJP が一緒に入ってきて、で、その後に最後、ホミサイドが入ってくるっていう、そんな感じだったんですけども、僕が思ったのは、TJP とジェフコブが2人並んでも TJP の曲で入ってくる、いわゆる TJP の方がワンランク、格上になってる図式を作ったかなって思うんで、だから TJP は、うん、 なんだかんだで、このままユナイテッドエンパイアのセンターになるんだなっていう、まあその辺もある程度、ある程度確信ついたかなっていう、そんな感じってどこですかね。はい。で、この試合はゲイブがホミサイドから、えー、パイルドライバーでフォール取りましたね。はい。で、なんか次のどこだかで、ね、エディキンと、 あのー、シングルやるみたいな、そんな流れになったっていう、そんな感じってとこっすね。はい、以上です。で続きまして、第7のニュージャパンワールド TV オーザーはい、えー、マット・リドル対ザック。この試合は、ザックが13分で、回転十字固めです。はい。これ、引き分けだろうと思ってて、思って、まあ、どうせ引き分けでしょっていう、まあ、そんな目線だったんですけども、ザックが勝ちましたね。はい。だから、これ、ワンチャンマット・リドルも、あれ、これで新日本、一旦、 さよならかなって若干思っちゃったり。はい。まあそんな感じですね。で、試合中に僕がちょいちょい気になったのは、マットリドルに結構ブーイングが多かったっていう感じなんですよ。僕そんなにアメリカ事情、あの海外事情詳しくないんで、あれなんですけど、マットリドルってあれ海外だとそんなに人気ないのかなって思っちゃったり、なんか昔ね、薬とかでやらかしちゃってるから、 なんかその影響もあって、アメリカ、ね、海外だと人気ないのかなって思っちゃったりしたんですけども、はいまあ、そんな感じの試合でしたね。はい、でねやっぱりねザックがねまた TB 大阪よっていう、うんザックがまた TB 大阪で次の挑戦者も来て、それがジェフコブっていう、あれもう去年は散々やったのに、なんかもう去年の再放送じゃねえかよっていう,うん、なんかそんな感じで。 え、ザックがまた TV 王座なのっていう感じで。うん。だから、ザックが、あこれから IWGP 体官、G1 の優勝とかっていう予想もある程度あったんですけども、あれ、このタイミングで TV 王座取っちゃったんでしょう。えー、結局、ザックのプッシュって、ザックの S ランク昇格って、まだまだ先なんじゃねみたいな。そんなのをちょっと思っちゃったっていう感じですね。はい。まあ、そんなところの、えー、第7試合でした。はい、以上です。 で続きましてセミファイナル石井対ニック・ネメス、えー、これは、えー、ニック・ネメスのデンジャーゾーンで14分でした、はい、で僕はですね、えー、ちょっと前半寝落ちしちゃってそんなに印象残ってないですよ最後のフィニッシュらへんでちょっとパっと目覚めてもう半分寝ち,ゃ寝ちゃったんですよね、はいまあ、僕実は今日2時間しか寝てなくて。 ちょっと毎度、中学生の寝てない自慢をしたいがために言ってるわけじゃないですけども、あの今日寝るの遅くて、本当に2時間しか寝れてなくて、途中でちょうどこの試合あたりからふらっとこう眠気きちゃって、なんで、うんち,ょちょっと半分ちょっと記憶がもう曖昧なんですけども、ただ僕の覚えてる限りだと、石井智広スタイルにニックネームススタイル。 がななんんか合わさったったていう感じなんですよねニック・ネメスのあのアメリカンスタイルっていうんですかねそれに石井のゴツゴツスタイルを合わせてみてああまあこんなもんかみたいなそんな感想で落ち着いたっていう感じの印象ですかねはいまあそんなところっすねまあうんだからまあ正直ねまあ僕の印象はまあそこまでこう白熱した試合じゃないかなっていうまあそんな感じですかねはい 僕ね、ニック・ネメスの試合ね、この間札幌行った時もそうだったんですけども、寝ちゃうんですよね。<laughs> はい。まあ、そんな感じで、うん、なんだろうな、まあ、まあ、こんなもんかみたいな、とりあえず、まあ、そんな感じの感想ってとこですかね。はい、以上です。はい。で、最後にメインイベント、えー、内藤哲也対ジョン・モクスリー。はい。えー、この試合も、もう見た方は分かると思うんですけども、えー、なんと、モッサン、IWGP 取りましたっていう感じでしたね。 えー、20分21秒デスライダーでジョン・モクスリーの勝利でした。はい。っていう感じでしたね。はい。いやー、モッサン取ったか。モッサンだったかっていう、そんな感想ですね。僕は、この内藤対モクスリー、一、えー、1週間ぐらい前。はい。その時点では、 ないうん、ちょうど五分五分かなと思って、でちょうど2日ぐらい前ですね、2日前の時点で、ん内藤選手が勝つそうな割合が、うん、7割、モッサンが3ぐらいの割合で、内藤選手有利だなって思ったんですけども、えー、モッサンでしたね、はい。いやー、まさかモッサンが取るとはっていう、そんな感じですね、はい。 はい、で試合は、えー、最後、モッサンのデスライダー、えー、これをカウント2.9で返してその後に、えー、ラリアットで内藤さんがカウント1で返して起き上がって。 でその後にもう一度デスライダー。まあ、デスライダー、ラリアットも挟,んだ挟みましたけども、デスライダー2発っていう、そんな感じのフィニッシュでした。はい、で試合時間が20分って、まあ、海外っていうところもあると思うんですけども、意外と、まあ、ちょっと短めなんで短めなんすよね。でんなんか試合の構成とか見ても、この内藤対モクスリーは、まあ、もう一回やってくるだろうなっていう、なんかそんな感じの試合展開っていう。 うん、そんな感じだったんでまあこれ、まあ、僕が散々言ってきたんですけども、えー、この内藤対モクスリーはフォービドゥンドア、はい、最近スケジュール正式発表されましたけどもフォービドゥンドアで内藤対モクスリーのパート2 はい、これをま,またリマッチでやる。で、内藤選手はそこで IWGP を取り返すっていう、多分そんな感じの流れが、うん、もうできたかなっていう感じですね。はい、で、一応、今日の試合後に次の挑戦者現れたんですけども、これが成田。はい、まさかの成田っていう。はい、一応、試合後にモッサンが、えー、シューターって言って、海野選手の名前を挙げたんですけども、で、そのタイミングで、 お海野が来るのかなと思ったら、忍び寄る成田。成田がプッシュアップバーを持ってきて、モッサンを KO するっていう。はい。で、そこに駆けつける海野選手がモッサンをかばいながら、モッサンと引き上げていくっていう。まあ、そんな感じでしたね。はい。いやー、まさかの成田が IWGP 挑戦か。これ読めた人っているんですか全人類で成田が挑戦するって予想した人って。 この全人類にいるんですかねはい。僕はいないと思うんですけども。はい。まあもし、我こそは、これ予想して予想し、予想してたぜとかって言ってる人いたら、 おめでとうございますっていう。はい。まあそんな感じですね。はい。まあそんなところの、えー、IWGP 戦でした、はい。はい。えー、てな感じで、えー、まあ一応速報なんで、えー、ざっくりした感想もろもろなんで、一応まあ今後の展開、えー、もうちょっと、えー、おいおい、後で時間あったら、はい、あげるかもしれないんで、また上げたらよろしくお願いします。はい。まあ、てな感じでいろいろりましたけども、結局今回何言いたかったっていうと、 なんか今日の試合後の流れとかいろいろみ、いろいろ見ていくと、そのうち、モクスリー対海の、なんかこれもどっかでやってきそうな気がするな、って思ったってこと。